こんにちは、たけぞうです。さて、今日はですね、この間コラボしたたぬき探偵ジェリーのお菓子があると聞いて、こちらショコラファンにやってきました。見て見て、すごい種類のケーキがあるのよ。どこかな。あ、あった、ジェリームースだって。かわいいたぬきのジェリームースって書いてある。じゃじゃーん、ジェリーくんです。美味しそう。なんだろうこれ。あ、このね、あ、顔プリンなんだ。で、この帽子がなんて言うんだっけ、これなんだっけ、マカロン、マカロン、マカロン。ちょっとこれ食べてみたいと思います。あ、ジェリーくんごめんね。マカロンって初めて食べたかも。うん、いちごだよ。うん、この辺ちょっとね、だけどかぶりついちゃうよ。ジェリーくんごめんね。どうだ。ではここからアフレコで失礼いたします。さあ、じゃあね、食べてみたいと思いますよ。おいしい、おいしい。さっきね、プリンとか言ってたけどね、実はね、これムースだったの。キャラメルのムース。いちごもね、こんなに大きい。クリームとね、合わさって美味しかったよ。そうそう、下の方にね、チョコがあったのよ。見えるかな、ムースの下がね、チョコになってんの。チョコのスポンジケーキだね。でね、なんかそこがね、ブツブツチョコがあったのよ。チョコの塊が。そう、それがまたね、なんだか歯ごたえがあって美味しかった。ブツブツ言いながらね、食べてるけど。そう、ジェリーのね、顔を食べるのがなんだかかわいそうでね。食べちゃった。美味しい。そう、結構なね、ボリューミーだったのよ。上がマカロンでしょ、そこからムースがあって、下にチョコのスポンジか、スポンジ、そしてクリーム。すんごいボリュームだった。どうでしょうでしょうか。今日はショコラファンのジェリームースをお伝えしました。ね、皆さんも行ってみてください。そして行くときはね、ぜひお電話をして予約してから行ってくださいね。